地域の SDGs って何？ただいま。ん？何これ？自治会？ふーん、忙しいし、参加しなくてもいいよね。ご飯作らないと。ちょっと待って。え？自治会は住宅街などにある防犯灯やゴミステーションの設置、管理を行っているんだ。他にも、登下校の子供たちの見守りや地域のお祭りの運営などもしているよ。そうだったんだ。でも、最近では自治会に入る人が減ってきてるから、将来自治会がなくなっちゃう可能性もあるんだ。なくなるとどうなるの？防犯灯やパトロールなどがなくなるから、夜は真っ暗で治安は悪くなるかもしれないよ。親睦活動がなくなったら地域の交流は薄れて、災害時の助け合いがうまくできなくて避難活動に困ってしまうことも考えられるよ。それは困るよ。地域力は失われて街がどんどん衰退していってしまうんだ。そんな。だから自治会は安全安心な暮らしには欠かせないものなんだよ。そっか、今私が安心して生活できているのは町のみんなが助け合っているからなのね。でも仕事もあるし、なかなか時間がないな。大丈夫、活動ができる範囲内で参加すればいいから、無理しなくていいんだよ。本当？よし、私も自治会に参加してみようかな。安心して住み続けられる町は自分たちで作らないとね。暮らしの安全を守るにはみんなの協力が必要だよ。自分にできることから始めようね。自治会に参加しよう。